ブルーデーモンジュニアのリングネームで知られるルイス・ラバダン・ジュニアはメキシコの覆面レスラー。メキシコシティ出身。ブルーデーモンの養子。1985年7月26日にティフアナでデビュー。1989年9月にフエルサ・ゲレーラを破りワビ世界ウェルター級オーザーダッシュ。1990年11月23日にビアエルモサで。 スペルアストロを破り、ワビ世界ミドル級王座を奪取。1993年には王に来日。4月5日には、ウルティモドラゴンの持つ、ウワ世界ミドル級王座に挑戦も奪取失敗。1995年3月13日に、ナウカルパンで MS1 ジュニアを破り、ナショナルクルーザー級王座を奪取。1997年にブラックデーモンを破り、ウワ。 世界ジュニアヘビー級王座ダッシュ。1999年にトリプル A 入り、同年4月に、ペロ・アグアヨ・ジュニアラ・パルカ・ジュニアマスカラ・サグラダ、ジュニアと組んで、チャーリー・マンソンニグマメイフラワーエルピクド・組を破りナショナル・アトミコス王座をダッシュ。2008年3月にワンナイトトーナメントで、ワウイ世界ライトヘビー級王座をダッシュ。 同年10月25日にメキシコシティでアダム・ピアースを破り NWA 世界ヘビー級王座を奪取しルチャドーラーで初の王者となる2010年3月に王座陥落同年 NWA メキシコ設立同年7月23日にメキシコシティでオリバー・ジョンを破り PWR 世界ヘビー級王座を奪取2013年3月 フルスである AAA に電撃復帰することが発表された。同月17日、PPV である0で0へすぎて、AAA 世界ヘビー級王座を保持する、手ハのジュニアに挑戦するが敗戦し、ダッシュするに至らなかった。NWA 世界ヘビー級王者時代、ありがとうございます。